高橋久典さん、ヌートバーを大絶賛。恥ずかしくないんか。手のひらくるくるくるで草。オワコンすぎて言うほど炎上することすらできなかったのが一番恥ずかしいんだよな。恥ずかしくないから手伝すんやろ。めっちゃエンゼルスアピールするやん。これでもなお考えを変えない方がバカだし。高木豊も手のひら返しした死後は広沢くらいか。読売から仕事もらえないんか。臨時コーチくらいしかやらせてもらえない。例からお前は黙ってプリケツしとけ。巨人上層部の頭固い老人たちはこういう人間嫌いだろ。めっちゃエンゼルスアピールするやん。ピッチャーだっただけに手のひら返すのもお上手なんですね。スタッツなどの事実関係に誤認があったことだけでもしたためろ。どうですか、筒香と同レベルの助っ人は。たっちゃんに対する評価は、逃げんなよ。ダルビッシュから高橋久典正しくないって言われてる。ただ成績だけ見て筒香選手と同じだっていう。マジで適当なやつ多すぎだろ。ご視聴ありがとうございました。